キャラは米パパです。バナルのキャラです。バナトリのキャラです。ざっくりね、この外側の枠からキャラクター描くとバランスが取れています。ここからもう顔の表情とかを入れて、なんか単純なキャラクターだと結構太い線で描いた方が絵として映えますね。全部ガシャガシャガシャって塗るとちょっとね、画面的に汚くなっちゃうので、ちょっと影の部分とかね、ここの顔の影とこういう口のとことか、あと目の横とか、ちょっとしたポイントのところだけ入れるとパキッとした絵になります。しっかり目に塗っちゃいます。ちょうど米パパの色があったんでよかった。もし色がないときはちょっと近い色で塗っていくしかないかな。なんかイラストなんでね、ざっくりで大丈夫です。塗り終わったんだけど、画角がね、ちょっと余っちゃってるんで、そういう時は例えばこう光を描いたりとか、光を描いてみたり、あとはそうだね、この色でドットとかこうドットを描いてみたりとか、あとはさらにキャラを目立たせたい時とかは、ちょっとこの外枠にこういう風にね、キャラクターをなぞるように影を入れると、これまで全部入れないでこの一部だけ入れると結構キャラが浮き立っていい感じの絵になります。はい、完成です。